続きまして、えー、安値、まあ、底値をつけるパターンですね、えー、こちらですね先ほどの、えー、高値をつける天井をつけるパターンの逆です、えー、つまりですねダブルボトムと三尊天井の逆なんで逆三尊ないしは トリプルボトムというふうに呼んでいきますさあここでもですね全くその天井をつけるパターンと同じ考え方をしていきますダブルボトムまあほぼほぼ同じであれば結構ですこの安値二つの間にはこのように高値が存在しますこの戻り高値のこの水準ここにネックラインを引いてくださいでこのネックライン超えるかどうかがポイントです 超えれば、底値確認で上昇期待が広がります。でも、超えられないんであればですね。まだまだ下値を確認する可能性があるということで、もう一度下値を試しに行く動きになりますので、要注意です。え、それから、逆三尊。安値が三回、形成されます。そして、この戻り高値の水準もほぼ一緒です。そこにネックラインを引きます。 でこのネックラインを超えるかどうかが大事なポイントになりますでこのネックラインをですね超えていけばそこで、ね、確認から上昇期待が広がるんですがこの場合超えられないとですね再び安値を 試しに行く可能性があるので、まあ要注意ということになります。まあ今までですね見てきたように高値をつけるパターンも安値をつけるパターンもですねネックラインを引いてそれを超えるか。 どうかこれがですね非常に大事なポイントになってきますですのでそこでですねまあ割り込んだりこういった場合にはですね大きく値が動きますのでそこをですねあえてそのネックラインの水準でですねいやこれ超えるだろういや これ割り込むだろうとかいうことで,ですね不確かなですね相場感で,ですねトレードに入るというのは非常にリスクがあるのかなというふうに思いますこれらの天井パターンというのはですね確定した後にトレードに入っても十分取れる値動きになりますのでここは十分ネックラインの水準に注意してマーケットを見ていただければなというふうに思います。 ではですね実際にどういったところでそういうのが見受けられるかをチャートで見ていくことにしましょう、えー、こちらはですねちょうど見ていますローソク足でダブルボトムをつけていますネックラインはどこでしょうかここですねここですでこのネックラインをこのように超えるとやはり上昇していきます、えー、これは126円から134円8円上がってるわけですね ですのでこのネックラインの認識っていうのは非常に重要になってくるというところなんでこの辺しっかりとですね実戦でもダブルボトム等々のパターンを見つけてネックラインを引けるように練習をしていただければなというふうに思います。